回は立橋の上から柏駅に発着する電車の走行音を楽しみたいと思います。この立橋は柏駅ホームの端からちょうど300m、15両編成と同じ長さのところにあります。現在聞いていただいているフルパワーでの加速音、停車に向けての減速音、同時に聞こえてくるレールの作戦音を楽しみたいと思います。前半に登場する列車は快速線を走る E231K0 番台、 E531K、 E657K です。後半は観光線を走る東京メトロ16000系、 E233系2000 番台のファンタの修道音、ファンタと架線が擦り合う音です。
2011年から東部博物館で胴体保存されていた東部8000系81111編成です。現在東部博物館主催の少年野球大会、少年サッカー大会の PR のヘッドマークをつけて東部アーバンパークラインを走っています。